趣味でヒーローをやっているものだ。何？その適当な設定は。私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによってワクチンマンだ。地球は一個の生命体である。貴様ら人間は地球と容器を蝕み続ける病原菌に他ならない。人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消するため、私は地球の石によって生み出されたのだ。それを知っている罪だと。そんな理由で地球の人である私に歯向かうとは。やはり人間。普通の範疇。ワンパンで終わっちまった。俺は世界で一番強い男を目指していた。最強の男、それが俺の夢。ついに究極のステロイド、上腕二頭キングが完成した。弟よ、これを飲めば求めていた力が手に入るぞ。これ飲むの？ああ、飲みやすいようにイチゴ味にしておいたぞ。兄さん、弟よ。ああ、想像以上だ、兄さん。俺の頭脳とお前の筋肉、最高の知力と最強の肉体を求めた俺たち兄弟が、その力を合わせれば地上の全てを征服し王になれる。緊急避難警報です。最強の男になった感想は？誰か乗ってる！パンツ履けよ。肩に乗ってるやつを殺せ！うそ！どうしてこうなった？やっと最強の男になれたっていうのに。誰だか知らんが、お前のせいで兄さんが死んだ。普通のパンチ。
高的な力ってのはつまらないもんだ。何なんだお前ら。何だとは失礼だ。我々は真の地球人だ。貴様らは我々を地底人と呼ぶそうだ。我々？我々は数が増えすぎた。よって地上をいただくことにした。だが地上人もなかなか多いらしい。このままでは我々の邪魔になる。そこで君たちに絶滅してもらうことにした。普通のパンチ。息子たちが随分と世話になっているじゃない。この地底王が相手をしてやる。さあやろうか。番組の途中ですが臨時ニュースをお伝えします。 Z 市に大量の蚊の群れが集まっています。襲われた家畜はミイラ化していたとの情報が入ってきています。万一蚊の群れと遭遇した際には必ず逃げてください。緊急避難警報です。災害レベルは鬼。住民は絶対に外へ出ないようにしてください。ケレモテどの店も無人。蚊に刺されて死ぬ人間がいるかっつうの。こんだけ取っとけ、多少蚊に血吸われてもオッケーよ。お、なんだ。蚊の大群に血を吸わせ、それをお前が独り占めしていたのだ。お前が蚊に信号のようなものを送り操っていたとする。この不可解な集団移動にも説明がつく。主人であるお前を排除すればこの目障りな群れもいなくなるのだ。食事が来たわ。吸い尽くしてあげなさい。地獄嵐。
前を排除する。私を排除するですって？やってみなさい！地獄嵐！なんなのよあいつ。今のままじゃ殺されちゃいそうね。さあ来なさい。あんたたち溜め込んだジュースを私に注いでちょうだい。この町全体、もっと広範囲で血を集めていたなら、奴にとって血液は単なる食料ではないのか。これを早急に終わらせた方が良さそうだ。消却。そうか、血液を吸収するほど身体機能が進化する仕組みだった。もう正気はない。自慢するしか。すまない博士。普通のパンチ。あ、うぜえ。ちょっと待った。ぜひ名前を教えてほしい。埼玉だけど。弟子にしていただきたい。あ、うん。カマカマラサミザコミゲ、カマカマハルクエンドギーバー、ホークエンコミゲ、カマカマ。